こんばんは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日はネタがないのでライト使います。また随分と正直に言ったな。今宵はライト球場どんどん狙っていくわよ。これは嫌な予感しかしないぞ。先般2ダウン退場の未来が。そんな未来はクソくらいだ。てか、黄色ライトでしかもノーアドかよ。ふっ、これにはしっかり訳があるんだよ。まさかライト節約とか言わないだろうな。とりあえず薬を規定。紫ライトや緑ライトだと精度が上がったり下がったりする。しかし黄色ライトは何の変哲もないただのライトなのよ。つまり、基本の練習からやるってことだな。しかもアドオンつけるとまた変わってくるからあえて持ってこなかったわ。割と真面目な理由だったんだな。まあ確かに黄色ライトの在庫が100個あったってのもあるけど。お前よく私のこと怒れたな。さて、キラーはババさんですか。まやかしあることを確認。そして小屋板お釈迦 RTA 世界記録更新と。んなもんあってたまるか。あのままモレルがチェイスすると思うから私は離れておくか。いや待ってこれ。選ばれたのは、お前でした。私そんなにヘイトダイソンなの。マイクタイソンみたいに言うな。いきなり2窓チェイスか、まやかしもあるし動きに気をつけないと。私の予想が正しければここでまやかしを使ってくると思うわ。どうやら使ったみたいだな。であればもう一方の窓を使うか。お、これは回り道しているかしら。今のところ判断は大丈夫なようで。この人が絶対チェーンソーマンか剣術家で立ち回りが変わってくるわね。ここで先回りされてたらまずかったな。今のうちに奥に逃げるか。ここは最速飛びじゃないと負傷するわね。いやーそれでも無理だったか。これは堅実なカニバルだな。そしてこの人めちゃくちゃうまいわ。追い込み方がすごい。おっとここで引き返してくる。もし窓から見えなかったら普通にやられてたな。いやまやかしのタイミングも神がかってる。これはもう出っ歯を使うしかないわ。今度は間に合った。もうあんなドン付きエリアからは離れるわい。しかしお前向こうの板事情を理解してるのか。舐めるな私第一村人ぞ。つまり全く把握してないということだな。そして板を沼倒ししましたね。質問やめてもらっていいすか。そしてまたやってきました第二のドン付きエリア。すべての事象はドン付きに帰属する。何言ってんの。やめろ途中で私も思ったわ。お、その窓越えはラッキーかもしれない。ここはまた2窓でチェイスをしましょう。あえて今回は飛ばないでみよう。あ、ダメだこれ。ご覧ください、私の努力でなんと5台チェイスします。嘘をつくには無理があるだろ。さっきダウンした時5台残ってたじゃねえか。他のサバイバーがチェイスうますぎて驚きました。それでよろしい。あれだけうまいカニバルでも通電まで持っていけたのはすごいわ。一方お前は何してた。発電するだけの人生でした。だけど私の仕事はここからよ。今からモレルをライト救助しに行くわ。これ絶対間に合わないので無理です。 This is 沼。移動するライトどころか普通に救助が無理だぞこれ。まあ相手はカニバルだし絶望的だな。ワンチャンあるとしたらライトスタン中に救助しかないわね。しかし何もないところでライトを当てるのは渇望レベル3チェイスより難しい。どうするどうする霊夢。待ってもう一人のケイトもライト持ってるの。であれば少し可能性が出てきた。それはズバリダブルフォーメーションだ。ゴリ押しじゃねえかよ。そうだけど意外とこれが効くのよ。ってあの人スタンさせた。未だ今しかないぞ。よし、これで安全に救助ができた。次は誰を狙う。私か。いや、そのままクローデットを追いかけたな。あれは、ゲートまで間に合うかしら。あっちゃー、ダメだったか。今こそお前の出番だぞ。わかってる、待機しに行くわ。けどこれは確実にしたい。そこで黒ちゃんにはゲートに進んでほしいわね。なるほど、ゲートまで這いずれば担がざるを得ないか。もう一人のケイトは追い出されたか。ということは救助できるのはお前しかいないな。いいよ黒ちゃん、そのまままっすぐ行くんだ。しかし時間がだいぶなくなってきたな。それもそうだし問題がもう一つあるわ。担ぐときに脱出口の方を向かれたら終わりよ。確かにそうだな。どうだ、どう動くかニバル。よしこれならできる。よっしゃー。おーおーおー、よくやったぞ。やばい足の震えが止まらん。手じゃなくて死んだ犬の酒場。キラーはどちら様で。なんと珍しいデススリンガー。おお、デスおじか、実家じゃないか。この発電機を直したらデイビッドの救助に向かいましょう。けど困ったわね、私今回ボロタイ持ってきてないのよね。ジョナが隣にいたから任せてもいいかもな。おっとこれは私どうすればいいかしら。全員集合してんじゃん。とりあえず救助待機していいんじゃないか。でもこれは警戒されると思うけど。この草むらに隠れるか。お、マジか担いだ。今結構ギリギリだったわ。ヒヤヒヤするぜ。もう一回遊べるドン。姉さんやってんねー。あやっぺこれ思いっきり見られたわ。今のはさすがに無理やりすぎたな。板のところにいたわよね。ってことはCJ テックを披露するときかしら。噂のあれか。これで動けるようになるまで待機して。できないやないかい。そう簡単に取れ高さんは訪れません。無事逃げれたみたいだけどこれゲートまで間に合わなさそうね。ここでダウンかしら。おっと、旋回うますぎ。しまった、今のうちに肉壁いればよかった。でもこれ
1戦目と同じチャンスじゃないか。そうね、このままゲートまで行けばワンチャン。ってマジか、今担ぐの。間に合うかしら。デジャブ、すっげー貯めたな。ファミリーレジデンス。キラー合わせのバイトリーダーね。なんか違くね。あらあら、こんなところにトーテムが。失礼しましょう。む。仮の興奮持ちか、珍しいわね。上、霊障もあるのかい。これもしかしてだけど、オールトーテム。可能性は十分にあるわね、警戒しましょう。一応だけど破滅があるかチェック。ありますな。ということは霊障、破滅、仮の興奮は確定ね。最後一つ考えられるのは、デボア薬師か。ペンティメントって可能性もあるわね。ちょっと待って、シェリルさん今箱解くのはかなりまずいですよ。ああ、やっぱりワークした。これは序盤からかなりまずい状況になりそうだな。ここは一旦ドワイトを起こしに行こう。やばいことになりそう。ああ、私も今同じことを考えてた。ここマジでライト救助ミスったら試合が崩壊する。さすがにこの状況ならライト警戒されないと思うが。タイミングはバッチしなはず。よし、次はドワイトを起こすわよ。この試合はマジでライト持ってきといてよかったな。あと地味にの牛で持ってきた、ずっと一緒だが役に立ったわ。そうか、這いずり回復が早くなるんだったな。今回のライトは今までで一番緊張したわ。だいぶ体勢は立て直せれたわね。でもドワイトさんが今トンネルされてるのか。おっと、トーテム見っけ。あの人はチェイスうまそうだし大丈夫だと思う。てかあれ、まだ仮の興奮残ってる。ってことは最後のパーク節だな。私が最初に壊したトーテムって霊障だったのね。1回目が始まって間もなく2回目を発動したんだな。ってことは割といいタイミングの破壊だったな。さて、このトーテムは破滅か、それとも仮か。仮でした。長生きするねー。チェーンハンティングが始まりそうだし、今回は私が開けよう。一回ライト置くのが心残りだけど。って嘘、今回は飛んでくるの。急いでライトを回収して逃げよう。回収している場合か。この窓は超えるふりをするわ。終わった。作詞、作に溺れる。必殺旋回。ゴミみたいな旋回をいただきました。おのれ、こうなったら固有建築でチェイスしてやらー。こっち側に来た形跡はないから壁全然破壊されてないはずよ。この窓を越えて向こうの窓を越えるわよ。うん、いいペースで発電が進んでるわね。うお、出たい方窓。地味にこの窓が強いのよね。おっと、左に行ったか。であればさっきと同じ道を行くのみ。さすがにそろそろ壁破壊してくるとは思うが。お、そっちに行ったってことは破壊しに行ったわね。今のうちに離れておきましょう。ありがとうケイト、助かります。待て待て待て、なぜ釣られてる。ちょっとした交通事故があったもんでね。お見苦しすぎるからカットしちゃった。見苦しいのは今に始まったことじゃないだろ。さて、またチェイスしますか。いや、不可で状態での山岡邸見づらすぎない。こちらからもその様子は伺える。やっぱりチェイスしたくないでござる。ダメです、死ぬまでやってください。やってやろうじゃねえかこの野郎。あ、待って、この板間に合わない気がする。そんな時のデッドハード。美しい。いや、むしろ汚いわ。さあ、安心と信頼の固有建築にやってきたわ。ここなら少しは時間を稼げるはず。残り1台頑張って。超他人ことのように言うやんけ。来てます来てます、危ないです。お、通電したわ。ノーワンは絶対ないぞ、安心しろ。負傷してるから関係ないのですが。あ、そうだったわ。まさかの土天然。でもどうするよこれ、自利品ではあるのよ。やば、ここに来てどこから来るかわからない。おっと、ドワイトの人がターゲット取ってくれた。これぞまさに有能の証明だ。おかげさまで無事出れそうだわ。ありがとうドワイトさん。他の人は大丈夫かな。え、待って、それやばくない。あ、どんまい、軽すぎだろ。